人形歴史スペクタクル、平家物語は、1993年から1995年まで NHK でテレビ放送された人形劇である。髭よさらば以来8年ぶりに制作された NHK 人形劇で、吉川英治の新、平家物語を基本に平野清盛や源義経の足跡をたどったストーリーである。新、 平家物語は1972年に放送された同盟の NHK 大河ドラマの原作にもなっており、本作は NHK での2度目の映像化作品となる。人形劇三国志同様、専門の声優に限らず実力派の俳優を多数、キャスティングした。原作では長く描かれる、段の裏の戦い以降の物語が大幅に省略され、肝心帳などのエピソードは描かれなかったが、 清盛の青春時代から始まり、老境の朝取夫婦の姿で終わるのは、原作と同様で長大な物語の全体を収めた構成になっている。本作後、NHK 人形劇は再び休止。自作は2009年の連続人形活劇新三ン30まで待たなければない。再放送される機会は少なかったが、2006年に、 なって、CS 放送の時代劇専門チャンネルで再放送され、NHK エンタープライズから五部構成の DVD ボックスが発売された。この作品では、一人の声優が何人もの声を当てている。背景には、五福島神社の映像が使用されている。作中で使用された人形は、長野県飯田市にある飯田市、川本喜八郎人形美術館及び渋谷光へ。 内にある、河本喜八郎人形ギャラリーに展示されている、河本喜八郎人形ギャラリー、渋谷区、2019年11月12日閲覧、ありがとうございます。